あれかね、立派な体格、3回飯食ったくらいじゃここまでにはなれないぞ。これは松竹梅の梅。決勝は熱いな。まあ贅沢言う立場じゃないしな、俺もな。これはないな、まあ、関係ないと。でもいい女いるな世の中は。あの人かな、結構若いじゃない。でもちょっと派手ね。この人かな、なかなか優しそうだし服のセンスもまあまあ。あ、でもちょっとマザコンっぽいか。これはないな。派手男じゃなかった。じゃあ真ん中のマザコンか。ってことはあのデブか。もういいや、この際どんな女でもな。はじめまして、星野達郎です。星野達郎さんですよね。兄貴遅れで終わり。相手の人は？おい、何何いきなり笑ってんだよ、気持ち悪いな。純平、え、帰ろう。どうして気にならないの？気に入りすぎだよ。そりゃそうだよ、もうあんな美人だもんな。どうしてお前あんな美人がよ、俺となんか似合いするんだよ。理由を言えよ、理由を。そんなの知らねえよ。純平、え、あの人はひょっとして虚勢したおかまかもしれないぞ。何わけわかんないこと言ってんだよ。兄貴はな、物事悪く考えすぎんだよ。お前がいい風に考えすぎる。いや違う違う、弟の俺でいいのもなんだけどね。ほら兄貴はこう結構味のある顔してると思うんだよな。俺はちょっと濃いかな。笑いすぎち。だってさ、星野達郎なんていう名前だから、どんなかっこいい人が来るかと思ったのにね。ああいう外見はね、結構いい人が多いの。そう、いい人で終わっちゃうには、ああいう人はね。星野さんに失礼でしょ。じゃあ、あれと結婚する？私に失礼。もう笑ったらお腹空いちゃったな。じゃあ、後でカニでも食べてこうかね。カニって言えば、あの人カニに似てない？似てるよね。ね、吉田さん、カニカニくん。やめて、私ね、一瞬笑い出すと止まんないんだから、やめて。顔がカニみたいなんだ。お待たせしました。男のツレションなんて最低。女がツレションだなんて最低だよ。純平くん、明日ないよ。あの、星野さんは建築会社にお勤めとか？はい、あの建築管理部の部長しております。部長してます。部長さんですか、はい、あのカオルさんは？あ、チェロやってます。あの僕将棋やりますんで、今度よかったらぜひ一番。それはチェスだろ。あのオーケストラの、あのウクレレの大きいやつでしょ。ウクレレだって。ちょっと待って、あの音楽はモーツァルト。あ、他にはバッハなんか私も好きです。ああそうですか。あれも聞くよな。あれよく聞く。あれはヘンデルとグレーテルなんかもよく聞く。ヘンデルとグレーテル、それは音楽じゃないですね。まだここにいますか？それじゃ あの食事にでも参りましょうか。私あの近くで美味しいお店を知っておりますんで、そこにでも。どんなお店ですか？カニの店です。カニ。楽しい妹さんですね。カニお嫌いですか？姉お見合い初めてなんで緊張してるんですよ。星野さんはとても落ち着いてらっしゃるようですけど。僕は今回で100回目なんです。2回目だっけね。そう、1、2、そう、2回目でした。前回今回。失礼ですけど今おいくつですか？はい、28です。いや、本当は刺繍理です。どうして今まで結婚しなかったの？知恵、失礼よ。見ればわかるでしょ。あ、そっか。星野さんはどんな女性がお好きなんですか？家庭的な方が。まあ、どうしましょう。私全然家庭的じゃないんです。片付けもダメで。いえ、
大丈夫です。僕あの綺麗好きですから。お料理も目玉焼きさえできないんです。あの目玉があの崩れちゃうんです。あ、いえ大丈夫です。大丈夫です。あの僕あのスクランブルエッグ、ね、かきたもんです。洗濯も大嫌いで。大丈夫です。大丈夫です。僕あの洗濯とっても好きなんです。自分でよくあのシーツなんか洗うんですよ。ベランダに干してな。パンパンパンってさ。